小田里貞は、室町時代後期から、戦国時代にかけての武将。終わり国した四軍の守護代。室町幕府の官僚芝氏の家臣。清須小田氏の当主。清須三部行の一家、小田壇上、互いへの小田信貞の父とする系図もあるが仮、某の可能性も指摘されており、審議は不明。終わり守護職。芝氏の悲観である小田氏の一族。臨帝の家系。 小田山と守る家は、もともとは小田伊勢守る家の弟筋であり、初代は守護大のさらに代理であるまた守護大を務めた家系であった。後に貧亭が伊勢守家と争って守護大の地位を獲得し、清洲城を居城としたため、この家系は清洲織田氏とも呼ばれた。母は朝倉の影の娘と言われる。通称は、三郎、五郎、伊勢守、山と守る。 号は、常栄、小和広貞、神村、利信、敏州、吉信。その他は、信貞、伊予帝宗、大運営随とされており、続き柄については、諸説ある。また、織田信友が養子であったとも言われる。応仁元年、応仁の乱が起きると、先代の割主後、ュゴ、芝吉と共に東軍に属した。そのため、芝義門を擁立して西軍に属した。 岩倉城を拠点とする織田氏の総領、織田伊勢守屋出身の守護代である織田敏弘と対立した。文明8年11月、市君、柴吉通の命で、尾張中島軍にある尾張守護所の下津城を攻め、織田敏弘とその楽譜である、美濃国の斉藤明珍ら岩倉方と戦い、勝利を収めた。この際に、下津城は炎上したため、織田敏弘は、 山田軍の国府軍に敗走したという。しかし、その後の大りは、西軍優勢となったようで、貧定の動向は定かではないが、わりを離れて、京都に滞在していたとされる。文明10年9月9日、応仁の乱が、東軍の勝利に終わると、貧定は、室町幕府からわり守護大に任じられ、京都大治を加盟されて、京都からわりに下国した。 これによって敵型であった美の守護の時なりより、斉藤明珍らの援助を受け、新たに守護所が置かれた清洲城に無事入城した。同年10月12日に再び勢力を盛り返した織田敏博と戦い勝利するが、12月4日に織田敏博は清洲城を攻撃し、斉藤明珍が敏博救援に乗り出してきたため形勢は逆転した。この時、貧併は、 美濃県政のため、信濃国の小笠原課長に援助を求めたという。この戦いで、清洲城は一時的に炎上し、便帝は山田軍の山田省に敗走している。また、ミノル政治所蔵の便帝の受像上部に記された、横川慶さんの3文によるよると、この戦いで右目に矢を受けたといい、実際に、受像下部の肖像画には、石眼で描かれている。 不利な状況のため、翌文明11年1月19日には、斉藤明鎮の仲介で、両軍は尾張を分割統治することでは僕した。大和守家は尾張の南東部を安堵されて、伊勢守家と尾張を共同統治することになった。後に、大和守家は愛知軍、下軍、海東軍、海、西郡の下四軍を支配する守護台となっている。その後、 柴吉利の着難で、終わり主後、芝吉弘と共に在京していたという。文明十二年、元侍所次第の田賀高田だから旧道所の犬大物木を借り、筆写したことが実情時に伝わっている。文明十三年三月に、伊勢守家と再び争うが、勝利している。その後に、織田敏弘は死去している。同年七月、 俊広の後を継いだ養子の織田博博俊博広の弟、黄金らが柴義広に基準した。さらに、同年8月には、織田博博織田博力と共に便亭も上落し、八大将軍、足利義政に、終わり平穏の報告も兼ねて、霊物の献上をしたという。長京元年、九大将軍、足利義直による六角高より聖伐に参陣した。 千葉義弘に、伊勢守家と共に従軍している。同年、主君、義弘の名代として、民帝は、越前国の主権を幕府に願い出ているが、要求は知りけられた。遠徳三年、十大将軍、足利義種による、六角高頼り聖伐でも義弘に従軍し、軍港があったという。その後も、伊勢守家と対立を続けるが、翌年の明王四年七月、 不人中に死去したという。去年は44とされる。船田戦記によると病死とあり、武功屋はでは戦死したとも。戒名は、蓮光院伝綱へ大孤児。貧亭は熱心な日練習の信徒で、山と守る家の修義務のため、文明13年に当時本末を争っていた、かゆみのぶさん駆動でらど、京都本国寺を、清洲城内で論争させた。結果は、 本国寺方の勝訴となり、駆動寺方に基準の起承を提示させた。以後、貧平は、日蓮宗寺院の長久山実る政治を庇護するなど、日蓮宗の信仰に努めている。大あ郡書継図部集掲載の去年44からの逆算。朝倉の影の女子に、織田男女忠久長室、貧平母とある。荒井菊夫の織田信長辞典では、親子関係には、 無理があると指摘し、兄弟か、いとこという説を説いている。織田信長の祖父にあたるという、万象寺の住職、織田信秀のおじで一説にことされる。もともとは、尾張八軍のうちした、回答は、一色氏の領地であった。ありがとうございます。